さあいよいよ直線の攻防、先頭は西野サークル、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 西野サークル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ダンスパートナー差し切った。2番手は西野サークル、ダンスパートナー1着、ダンスパートナー完勝、ダンスパートナー1着、2着は西野サークル。これは桁外れの強さだ。ダンスパートナー。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに古馬の壁すらも飛び越えるか、それとも古馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のエイシンテネシー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは岸アマゾン、ウィックアーチ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して岸アマゾン花に立ちます。その後ろからは西野デュール、この馬も上がっていく構えです。さらにはウィックアーチ11番、パワーパンシー、その後ろ後方に控えたのがアドマイヤメール。では前の方から西野デュール先手を取りました。並んで8番、ウィックアーチ、岸アマゾン、好位をキープ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気の岸アマゾン現在先端に取り付いています。レガ前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭からウィックアーチ先手を取りました。並んで6番、西野デュール、レガ。この馬もこのグループ好位置をキープしています。岸アマゾン 1000m を通過、少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはウィックアーチ、ベガ、そのうちに続いています。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。この辺りで先頭が変わりました。ベガ、2番手はクイックアーチ。さあ直線に入りました。これからの勝負、ベガ先頭、差はほとんどありません。2番手はベガ、ベガいっぱいになった。あと 200m、 先頭はシアマゾン、ベガ必死に追いすがります。シアマゾン先頭、2番手はベガ、シアマゾン1着、シアマゾン完勝、シアマゾン1着、2着はベガ、シアマゾン牝馬3冠に加えてもう1冠、もはや牝馬に敵なし、真の女王の座に上り詰めました。
短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わった稲妻隆王、稲妻隆王先頭、残り 100m 稲妻隆王粘る、一気に桜千歳を桜千歳を一着、二着にはどうやら稲妻隆王、見事に勝ちました。桜千歳をリバーガール敗れました。これは掲示板までです。